こんにちは。横浜市が発行する広報横浜から記事をピックアップしてご紹介する広報横浜広い読み、5月号はまずこちらから。子どもみんなが主役、横浜ワクワクプラン。今年4月からすべての子どもの健やかな成長を支える子ども子育て支援新制度が始まりました。横浜市では子ども青少年にとっての視点を中心に据えて今後5年間の計画を策定し、子育ても自助、共助、公助で取り組み、地域みんなで子どもたちの健やかな成長を見守る社会を目指します。上村さん、4月から始まった新制度において横浜市の目指す姿はどんな社会ですか？子どもは家族にとっても社会にとってもいろんな可能性を持ったかけがえのない存在です。保護者の方はもちろんですが、すべての市民の皆様と子ども青少年にとってという視点を共有して、地域全体で子どもを育てることができる社会を目指しています。具体的にどのようなことをすればいいんでしょうか？例えば通学中のお子さんを見かけたら行ってらっしゃいと声をかけてみたり、電車やバスに妊娠中の方や幼いお子さんを連れている方がいたら席を譲ってみたりするなど、そんなちょっとした行動も子ども子育て支援の一つです。ぜひ皆さんのできることから始めてみていただければと思います。それならすぐできそうですね。では最後になりますが、今回策定された事業計画のサブタイトルに込められた思いを教えてください。サブタイトルは子どもみんなが主役、横浜ワクワクプランです。このサブタイトルには子どもたちが未来に希望を持って毎日を楽しく過ごして、また保護者の方が子育てを楽しんでもらって、そしてまた地域社会が子どもの育つ喜びを共有する、そんな子どもも大人もみんながワクワクできる横浜にしたいという思いを込めています。続いては防災特集です。横浜市は今後30年以内に大きな地震に見舞われる確率が 78% であることをご存知ですか？大きな地震が発生すると町にはさまざまな災害が起こる危険性があります。はじめまして、私は天野防災が。防災が？横浜市の建築防災を PR することになったんだ。もし大きな地震が発生したら町にはどんな危険があると思う？建物が倒壊してその瓦礫によって道路が塞がれてしまうなどの危険があると思います。その通り。昭和56年以前の古い耐震基準で作られた建物は大きな地震により倒壊する危険性があるんだ。実際に平成7年の阪神・淡路大震災では古い基準の建物に被害が集中したんだよ。さらに建物が倒壊して道路が塞がれると消防活動や救急活動が遅れたり、物資の輸送ができず生活必需品が不足してしまう恐れがあるんだ。これらの町の被害を防ぐためにはどうすればいいんですか？横浜市では特に4つのことが重要だと考えているんだ。木造住宅、マンションの耐震化、商業施設や病院などの多くの人が利用する建物の耐震化、重要な道路沿道の建物の耐震化、避難経路の確保や消防救急活動などを妨げないよう狭い道路の架空区整備、以上の4つ。大きな地震が起きる前にきちんと対策を取ることが大切なんですね。その通り。建築局ではこれらの防災に関する支援事業を行っているんだ。詳しくは建築防災課のホームページをチェック。続いて5月16日土曜、17日日曜に山下公園周辺で行われる2015世界トライアスロンシリーズ横浜大会についてのお知らせです。トップトライアスリートが繰り広げる熱戦、そしてさまざまなブースが出展するエキスポをお楽しみください。開催期間中は交通規制が行われますので、ご覧のホームページでご確認の上ご協力をお願いします。この番組でご紹介した内容の詳細やお問い合わせ先は広報横浜5月号をご覧ください。広報横浜が届いていない場合は横浜市役所広報課までご連絡を。横浜市内各駅や区役所、公共施設などでも入手できます。それでは次回の広報横浜広い読みをお楽しみに。